日が変わって10月1日本日米 FM 開局記念日です米 FM お沖の皆さんこんばんは藍澤の宮崎さくらですリアルタイムで聞く方はハッシュタグさくのきそして今日はハッシュタグ31周年おめでとうとツイートよろしくお願いしますさて本日10月1日米 FM は31周年を迎えましたぴよ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  まさに31周年を迎えたこの瞬間一番最初の放送がこの桜の木なんですえっそうじゃんえっ大丈夫ですかちょっと大丈夫ですかなんか急に負担 <laughs> プレッシャーが, <laughs> ャーが <laughs> b フ f m の開局は1989年平成元年ということで私が生まれる前からあるんですね、えー、すごい10月1日から番組がスタートしたんですねその歴史の中で今夜「桜の木の下」ではなんと もう3年半も放送してるということででもまだ3年半なんだってとこあります覚えてますよ私3年半前の一番最初の収録の時にカルテットにはまっててカルテットの話しましたよねドラマのあとなんか浮気は許せるみたいななんかよく分かんないこと言ってましたよね <laughs> 3年半前ってことは待って19歳え10代怖いよ10代 もうそんんなやってるんだ聞いてくれてるリスナーの皆さんそして WizOne がいるからお届けできてます本当ですよでもこれ本当に本当に一時期ほんと打ち切りの危機があったじゃないですか皆さん覚えてますかいや2回ぐらいありました打ち切りの危機 <laughs> 何回か危機を乗り越えて3年半やっとやっていますよ3年経つともはや韓国で1人で収録していますけどねまさか想像もできませんでした ででももとても楽しいですよの木あの私のことを今まであんまり知らなかった方とかがくの木聞いて「こういう人だったんだ宮城さくらって」みたいな結構私のことをちょっと深く知れる番組みたいな全部じゃないけどちょっと知れる番組みたいなちょっと深くみたいな感じで私の中ではすごく話しやすいし息抜きですし楽しいし大切な番組なので。 100年続けていきましょうよ <laughs> お願いします <laughs> さてアイ z ン日本ファーストアルバム12リリースまであと21日ですもうあと21日ですよあー緊張するでもやっぱりみんな考えて iTune に私のヤミーのやつが音源として出て私が iTune で聴けるんですよヤミーあ 私今この携帯の中に「阿弥様」があるってのにただのデータだったのにそれが音楽になるんだあーめっちゃなんかわーわー作曲してーしてーだって作曲頑張ろうもっとでもっともっとたくさんの人に私の作る世界を聞いていただきたいななんか今すごい心がいっぱいになりましたあー楽しみだな さあそれでは今夜のオープニングナンバーをおてえしたいと思いますが今日はですね先週から予告していた通り10月21日にリリースされる「アイ o n 日本ファーストラバム12」から私宮城さくらが日本語役を担当したナンバーを宇宙初オやエアしたいと思いますえっそうなのさくの木で宇宙初オやエアですかはあーマイカロミスヤミーさまもヤミーさもサの木でしちゃダメなのかな私が流していいよって言ってこの携帯から流しちゃダメですかねダメか <laughs>。 だって私だ曲から私に権限があるんじゃないんですかないですよねすいませんわあ宇宙初親なんですねフィエスタ日本語バージョン <laughs> あメンバーたちやっぱり日本語もすごく上手でできる限りこのフィエスタの世界観を崩さないように一生懸命書いた歌詞なので皆さん是非歌詞注目して聴いてくださいあ <laughs> 緊張するそれでは聴いてください アイズワンで、フェスタジャパニーズバージョン。米 fm 宮脇咲良の、今夜、咲良の木の下で。大栗さんのアイズワンが10月21日リリースする。日本ファーストアルバム、トゥエルブから、フェスタジャパニーズバージョンでした。みなさん、フェスタジャパニーズバージョン宇宙発明、いかがでしたか。あ、別テンションとか。どうでしたか、どうでしたか、どうでした、ど、ど、どうでした。 緊張する。私的にはやっぱりこだわったのはサビですね一番。というのもアイさんの曲って結構あんまりサビを歌わない傾向にあったんですよあんまりなんですけどフィエスタの時に初めてこんなにサビを歌ったじゃないですかサビを歌ったっていうのは例えば例えて言うと「ラビアンローズ」って「ラ,ララララビアンローズ」「うえ」「Oh, it's my own ラ,ラララビアンローズ」 サビじゃないですかでも「フィエスタ」はだいぶ歌詞があるじゃないですかだからそれが一番難しかったですねサビってやっぱりその曲の代表というか顔なわけじゃないですかその曲が一番伝えたいことがサビにあるわけじゃないですかただその韓国語では「テアル・コンサム・キッチェ」とか「太陽をぐっと飲み込んで」っていう日本語訳なんですけどそれをそのまんま言うとやっぱりちょっと日本語では言わない表現だから。 難しかったんですけども私的にはそのサビの部分特にお気に入りですね「フィエスタ心熱く燃え盛り季節が息を吹き返す太陽は私を照らす永遠に沈まないあなたもさここはいつまフィエスタ」ってだいぶ好きですねだいぶ好きですあと好きなところは「止まってた時を進めれば花はまた咲いて輝く」とかもこれが「花」シリーズの最後だったし 一度止まってた時間があったからっていうのを考えてこう動くのを書いたりとかあとは「窓を開けておさじい紫とさあ,ーーさ人さあ遠くに見えたあの世界にこの先にはうくり空はない」みたいなところは「こうフィエスタ」の曲のテーマというのを私が何個かこう韓国の歌詞から撮ったんですけども「太陽」とか「花」みたいなのがすごくこの。 フィエスタの歌詞で生きてる部分だなって思ったので何て言えばいいんだろう説明難しいの、ねまあそういうことですよ歌詞のまんまですそのままです受け取ってください多くは語りませんので是非皆さんで解釈してくださいこう私が説明してもさその,その人の解釈の仕方があっていろんな解釈の仕方があって決められた文字数でたくさんの人の解釈の仕方があるから 歌詞って面白いいじゃないですかだから私が説明したら面白みなくなっちゃうじゃないですか正解言っちゃうんだから正解なんてないですからね解釈にだから皆さんの考える解釈でぜひこの「フィエスタ日本語バージョンの歌詞を受け止めてくれたら嬉しいですさあそしてなんとおマジあ知らなかったちょっと私台本事前に読まなくてこうリアルタイムに読むタイプの人間なので。 知らなかったんですけども、なんと来週は私の初作曲作詞曲闇様を宇宙初音やする予定です。ピロ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 。知らなかった。<laughs> いや、私本当に。一つ夢があって、それが。作の木で、私の。作曲作詞曲です。聞いてください。まるっていう。紹介をいつかしてみたいのは、そんなの。の まあ絶対無理だよな、サクノキしてる間にはなんて思ってたんですよ。夢って叶うもんなんですね。なんか夢というかなんか、死ぬまでにやっておきたいことの一つみたいな感じだったんですよ。わあ、できるもんなんだな。今日ちょっと胸がいっぱいな日ですね。ああ、緊張しますね。皆さんに好評だったらしいな。 アイズワン宮城さくらがお送りしている「紅葉さくらの木の下」で今日はこの話もしなくちゃと思うんですが先ほどライブネットで放送されたアイズ n ン単独リアリティ番組「アイズ n ン中オンタクト」のことですあーそうかもう終わったのか2回しかないのでアイズ n ンがクリエイターになっておうち時間を過ごす人たちに特別なコンテンツということでグルメメイクダンスアクティビティなどメンバーがチャレンジするという企画だったんですが私はですねグルメとアクティビティにチャレンジさせていただきました。 グルメは先週流れたんですよ、ね、で多分今週アクティビティ流れると思う多分知らんけど今日取ってきたんですよアクティビティでも流れたから話すんですけどなんかリアル PUBG みたいな PUBG っていうのは私が好きなゲームの一つなんですけど銃を使ってたとかサバイバルゲームみたいなサバゲーって言うんですけどそういうのをリアルにこうレーザーの銃なんですけど銃を当ててこう。 死んだら当たったら当たったって出るんですよそれでなんか戦うゲームをやりましためっちゃ楽しかったです本当に楽しかったですあまりにも全力でやりすぎて本当に喉痛くて叫びすぎて途中本当に息めっちゃ上がってリアル洗浄かと思いましたねそれぐらいめっちゃ楽しかったです本当に楽しかった あ,あ本当にあれ一勝できるあれ1回で終わったの本当に嫌だったああ2回ぐらいしたかったな実際の実戦の時に兵隊さんと戦ったじゃないですかメンバーは1チームでじゃなくて私はメンバー同士で戦いいたたかったなと思います6人6人で分かれてとか3人3人あ4人4人4人とかで分かれてなんかみんなで戦うのとかも絶対楽しいのになと思っていつかまた機会があればやりたいんですけども。 でめっちゃ面白いのが私が本当にゲームのなんだなと思ったのがゲームをしすぎてゲームしてる時ってペグしてる時その PBG ゲームしてる時ってボイスチャットをつけてやるじゃないですかだからその話しながらするんですよああ右いる右いるみたいな左左いけいけ今一緒に行こうみたいな話すんですねでも現実世界では話したら相手に聞こえるんですよ知らなかったんですけど私って。 ゲームをしすぎて現実世界で話しちゃダメってことを忘れててもうゲームしてるのと同じのになってるからじゃあ「せーの」で行こう行くよ「せーの」みたいにすっごい叫んでていやそれ「せーの」全部聞こえてるじゃないですか相手に敵にだから敵もそれに合わせて撃ってくるじゃないですかそれで何人か死んだんですよメンバーが本当に申し訳ない私のせいで。 あ本当に面白かったですそれに気づいた時本当に面白くてなんで私 <laughs> こんなにバカなんだろうと思って本当に私めっちゃゲームしてるんだなと思いましたあめっちゃ面白かったなでもいやー本当に面白かったもう結構今年一面白かった仕事かもしれない仕事っていうかもうほぼ遊びだったんですけどあれはあ,あんなに楽しそうにしてる私を見れるのは本当にアイズワン o ューだけです 日本語字幕もね多分今後放送されると思うのでぜひチェックしてくださいあー楽しかったな <laughs> それではここからメッセージ紹介しますラジオネームアイズワン大好きアンパンさんさくらちゃんに相談です私は片付けが苦手で日曜にピッカピカに掃除したら次にはゴミ屋敷になるんですさくらちゃん掃除する時のコツとか掃除が得意のメンバーを教えてください私掃除得意じゃないですよそんなにやんないといけない時はやるけど 私もそうですよ。なんか、私、私だって、私こういうタイプです。一回めっちゃ綺麗にして、例えば1ヶ月に1回とか、超もう、服とかも超綺麗に全部畳んで、ガンガンかけて、もうすっごい綺麗にして、で、1ヶ月後に全く元通り汚くなって、また綺麗にしてって感じです。なんか常に綺麗な状態を保つのができない人間ですね、私は。汚さポイント貯めて、 それを一気ににゼロにするタイプ <laughs> なんか元のの位置にあったものとかを一回戻さないともう無理ですね一回ハンガーとかポイって置いちゃうともうそれ見た次の日の私がああもうどうせポイって置いちゃったし別にいいかと思ってまた違うものをポイって置いちゃってポイポイって置いちゃってブルル,ルルルルってなってめっちゃたまっていやさすがにこれは同じ部屋のチェーンにも迷惑ぐらいだなってなったら。 全部バって綺麗に片付けて、それ1日とか2日を持つんですよね。綺麗にかやっぱ片付け綺麗にしたからやんなきゃとかって。でも3日目ぐらいになると。あもうどうせまた汚くなるんだし、別に良くないってなっちゃうんですよね。だから私は言えることなんもないです。 掃除が得意のメンバーはひいちゃんです100%ひいちゃんの部屋めっちゃ綺麗不得意なメンバーはアイズつンのメンバーはそんなに得意のメンバーいないかもあウォニョンの部屋もめっちゃ綺麗なんでウォニョンとひいちゃんは上手いと思います掃除そしてちょっと笑える TMI メールとしてこんなメッセージいただきましたラジオネームルルさんありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんは私は最近あいつらのおたかつ費用を稼ぐためにバイトを始めました 飲食店でバイトをしてるのですが面白いやらかしいエピソードがあるので聞いてほしいですカップルの方たちの食べ終わったお皿を何気なく下げようとしたらちょうど彼女さんが彼氏に案をしようとしてる最中で私がそれをぶち壊してしまったんですとっても気まずくなってしまいましたとかわいいエピソードですね私なんて今日銃を使ってたくさんの人を撃ち殺してきたというのにかわいいエピソードですよ今日の私の TMI 聞きますか被弾して大変だったたんですメンバーたちが 急に6人ぐらいもう見たら床にこう倒れてるんですよメンバーたちが敵の数圧倒的なのにしかもめっちゃうまいのにあの時の絶望感といったら嵐しなかったですね楽しかったです <laughs> さあ続いてのメッセージ17歳のレジオネームみーちゃんありがとうございますさくちゃんこんばんはこんばんはメールの募集でさくちゃんに出会ってみたいこととあったので私に起こったエピソードを提供します 9月上旬に学校でクラスマッチが開催されました体育祭が中止になってしまったのでみんなすっごく楽しみにしてきたんです私は張り切ってバスケットボールに参加しましたそこで事件が。 相手チームの背の高いもっと柔道部のことを激突してしまい私は吹き飛ばされてしまいました少しの間動けないでいると審判としてその会場にいた私の気になっている男の子は大丈夫と言って助けに来てくれたんですしかも俺が保健室に連れて行きますよと先生に言ってるのが聞こえてきたんですおおそれだけでは十分嬉しかったんですけど5階にある体育館から1階の保健室に行くまでの間にさらなる事件が 足をくじいて歩きづらそうにしている私を見て階段だけやぞと言って応募してくれたんですおーほー普段は話しかけても冷たい対応で優しさなんて1ミリもないようなドエスな人からそんなこと言われたらキュンキュンが止まらないじゃないですか私がマジイケメンやと言ったらいつもの口調で階段から落とされたいとと言い返されるあっ <laughs> 恥ずかしい無理私これ その言葉さえもかっこよく感じキンキンしました保健室に着いてからはすぐに友達が迎えに来てくれて幸せな時間はあったんですがその日がきっかけで距離が縮まり付き合うことになりましたえ <laughs> えという話ですどうやちなみに初デートは私の家であいつらのオンラインコンサートを感謝しましたよ怪我は3日でなるほどの軽傷でしたとリア充してますねリアル充実してますねみーちゃん17歳ですかわなんか私 年々年を取るとこういう話聞くとなんか17歳って私たちからすると子供じゃないですか自分が言うなってことだ私も子供なのか子供じゃないですね私は子供じゃないですかなんか子供たちがそういうなんかなんかなんかそういうなんかムズムズする恋愛してるとなんかこっちもムズムズしてくる<笑>,笑っちゃう可愛くてえー、か可いい階段から落とされたいとだって かわい,い本当に本当にかわいいなんかすごい超リアルリアルだこのメール超リアル <laughs> でも私がそれ言われたらちょっと嫌かもしれないし私どっちかっていうとド S でなんかこうなんか冷たい太陽みたいな人あんまり好きじゃないから階段から落とされたいととか言われたら「あ自分で歩けるんで大丈夫ですありがとうございます」って言っちゃう。<laughs> 好きな人でも私すぐそういうの恥ずかしがっちゃうタイプだからへえかわいいちなみに真剣に考えてさくちゃんがどんなシチュエーションでどんなことを言葉やたらキュンキュンが止まらなくなると思いますか真剣に考えましょう今日はふざけないでえどんなシチュエーションでうんなんだろうなもう本当と真剣に考えるから待ってくださいねいつもだったらこうやっていいじゃないですかなんか。 ゲームの中で「一生お前のことを守ってやるから」とか言われたら緊急しますとか言うけど実際それは緊急しないんで面白い人なんでそうやって言ってくる人は <laughs> えー分かんないなマジでマジで分からんけどなんだろうなシンプルに私は私のことをめっちゃ好きな人が好きですよ好きですよだって好きなんですよ絶対に なんか私から好き率が多いよりも相手が私に対して好きが1000%で私が500%ぐらいがいいそれぐらいがいいんですよだから何か束縛とかも全然されていいですしだから何て言うんだろうなもうちょっとなんだろうな俺だけ見てよとか言われていや違うなちょっと違ったわごめんなさいわかりませんすみませんギブアップ。 ギブアップでした。すみません。わかりません。大変かもしれんてください。<laughs> やっぱりあれですね。ゲームの中で俺の後ろについてこいって全部守ってやっからよ。<laughs> それではここでもう一曲10月21日にリリースアイズワン日本ファーストアルバム12のリード曲です。聞いてください。アイズワンでビューアベイ FM、宮脇さくの今夜、さくらの木の下ではい、私がハマっているドラマ最高だけど大丈夫をご紹介します。 あ、ゴールしました全部今ましたちなみにまずは感想メールペンネームラジオネームアイズオン、ハコウしペンさんありがとうございますさくちゃんはじめまして放送を聞いて初めてメールしました理由はさくちゃんがドラマ「最高だけど大丈夫」にハマっていると聞いたからです私はこれまで韓国についてよく知りませんでしたがオーディションからアイズオンにハマりレドベル様にハマり韓国ドラマにハマりました 最後だけど大丈夫はリアルタイムで追ってましたが家族について自分自身を大切にすることについて本当にたくさんのことを教えられ後半は常にボロ泣きでしたコミュニオン役のソエイジさんがコミュニョンのテーマとしてレッドベルの最高を挙げていましたが本当にぴったりですね友人も見ていたそうでしたが離れましたか日本のアルバムも楽しみにしていますファイティーンとああゴールしましたよ私その先週だったかな先々週だったかなその13話がやばいんですよ11話がやばいんですよみたいなメール聞いて すぐ見て2日ぐらいで完走しました、はあ、本当にいいドラマでした私最近見たドラマの中で一番いいドラマだったかもしれないですねなんかその徐々に面白くなって面白くて面白くなって面白くなくなっていくみたいなイメージなんですよドラマってなんか中間が一番面白いイメージなんですねドラマって。でもこのドラマは ああどん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 ,どんどん面白くなって面白くなって面白い面白い面白い,面白いみたいになって最後も素敵な締めくくりでもう本当に最後まで素敵に終わるみたいなのがすっごく私的には最高でした最終話とかも本当に泣いたしいやてか毎回泣いてたし、はあ、本当にいいドラマだったななんか見てない人は本当に見た方がいいです これ本当に日本ではもっと流やってほしいななんか日本で流やってるドラマいっぱいあるけど韓国ドラマ最高だけど大丈夫が一番見てほしいな本当にそして〇〇だけど大丈夫というメッセージもたくさんいただいていますまずは東京都ラジオネーム o k じさんありがとうございますさくちゃんこんばんは先日さくちゃんの宣言通り日本ファーストラブの特典会の採ンがありました私はなんと10月31日のさくちゃんのサイン会が当たりましたおおおおめでとうございます 1>, 1から5時の分と合わせると支払金額はすごいけど大丈夫 <laughs> なぜならお宅は推しないのが一番の幸せだからタクちゃんとお話しするのはブエノスアイレスのグループ配達会以来です今からとてもお楽しみですと拓の木初当たってる方ですおめでとうございます <laughs> ありがとうございますぜひね3位会でお話しできるのを楽しみにしてます いいてラジオネーム FJK さんありがとうございます実は高校受験に失敗していて第2希望の高校に入学しました今まで頑張ってきたことが水の合わになった気分で入学しコロナのこともありずっと暗い気持ちでいたのですが最近模試の結果が返ってきてなんと学年1位の教科がおおやっぱり積み重ねた努力は嘘をつかないんだって思いました 受験期かっこもちろん今もたくさんアイゾ s o n や HKTAKB の人に助けられていますこれからもずっと上尾沙ちゃんそして周りのメンバーのことを応援しています大好きです第一志望校落ちたけど大丈夫ですおー素晴らしい本当に素晴らしいマインドだと思います私もそれをあのそういうマインドを真似したいと思います本当になんか急なんですけどローランドって知ってますあのホストしててすごく 番組とかにもだいぶ出てバラエティとかもいっぱい出てる有名な方らいらっしゃるじゃないですかあの人が学歴っていうのは例えばまあ東大に行くとしたらそれは飛行機のファーストクラスに乗っててエコノミーは普通の大学だとそれだけの差だっていうの学歴っていうのはその場所について何をするかっていうのは自分自身が変えれるって言ってたんですよ 見分かりますかだから東大に受かるっていうのが、まあ、努力がすごいんですけどまあやっぱ学歴で優位なところもあるじゃないですかこの世界ってだからちょっと楽につけるけどファーストクラスに乗ったらでもその場所で何をするかっていうのはその人の人生そっからが始まりなんですよねだからもちろん第一志望を受かったりとかね受験頑張ったのがすごい大事なんですけどそこで自分が結果何をしたかが一番大事だと思うんですよだから。 第2志望の高校かもしれないけど人生で、ね、第1志望第2志望の高校に行くのが全てじゃないんですよもっともっと長くてもっともっと大変なことあってでももっともっと楽しいこともいっぱいあるんですよだから大丈夫です一個ずつ乗り越えていって辛い時もあったけど乗り越えていって努力して乗り越えていってそうやって生きていけばいいと思いますだから FJK さんの気持ちすごくわかるしすごく素敵な心持ちだと思いますそしてラジオネーム 他人の足元を照らすば自分の足元も照らされるさん、くさきちゃんこんばんは。初めてメールします。私はアラフィフになろうとしていますが、あいつらが大好きです。歌はもちろんダンスも大好き。そしてあのわちゃわちゃしているのが本当に大好きです。まるまるだけど大丈夫ですが、私には娘がいます。今、中学3年生実は小学校3年生から不登校です。全く行ってないとかじゃないですが。 不登校ですが高校にはと思っていてさくちゃんから不登校でも大丈夫と言ってあげてほしいんですさくちゃんに言われることできっとそのことが娘の力になると思うのでそして自信がなくマイナスな娘に何かさくちゃんから応援のメッセージもいただけると幸いですどうぞよろしくお願いしますさくちゃんどうぞお体大切に娘ともども応援していますとおおどういう流れで不登校になったのかちょっと私がこの文章だけでは把握できないからあれですけども そうですね私から言えることは、うん、学校がすべてじゃないと思います本当に人生っていろんなことがあるしいろんな世界があるんですよだから動物って自分の身を守るために逃げるってことを自己防衛反応としてするじゃないですかだから逃げることって悪いことじゃないんですよ自分に合わないって思って本当に自分がそこが辛いんだったら私は逃げていいと思います 違うう場所でで頑張ればいいと思うんですよだから、うん、高校もその娘さんが本当に辛くて行きたくないんだった私は行かなくてもいいと思いますよその分何か違うところで頑張れることを見つけたらいいと思いますでそれを必ず娘さんに選択させてあげるのが一番いいと思いますなぜなら自分の人生だし自分が選択したものって自分のせいにしかできないから他人に選択されたものって自分が頑張れなかった時とかに 他人のせいいにしてしてまうじゃないですかでも自分が選択して自分が選んだ道はうまくいかなかった時自分のせいにしかできないんですよ。他人のせいにできないからだから娘さんには娘さんに選択をししてもらえたらた嬉いいなと思います学校に行くこともすごく大事だからそのもし学校に行かなかったらこうどうやって生きていかないといけないのかとかもちろんお母さんが。 全てをこうしっかり丁寧に教えてあげてそれでも本当に辛くて行きたくないって言うんだったら私は行かないっていう逃げるという選択も負けではないと思いますなんか逃げると負けだみたいなよくいろんな話聞くけど逃げることは自分を守ることなので全然悪いことじゃないと思うんですよだから私は娘さんの選択を一番最優先で重要で尊重してあげてほしいなって思いますね だからぜひ娘さんもしこれ聞いてたら自分の好きなものとか例えば夢とか何か見つけてそれに向かって頑張ってみたらすごくもっと楽しい人生が待ってるんじゃないかなと思います自分の好きなことをやって人生は生きていっていいと思うんですよなんか楽をするなんかそういうのじゃなく楽しいことをするのも自分がしたいことをするのも大変なので <laughs> そうじゃないですか <laughs> 自分の好きなことで生きていくのが一番大変なんじゃないですかだからあの自分の好きなこととかそういうのを見つけて是非自分で選択をしてその道を歩んでみたらいいと思います私なんかが言えることじゃないですけどすごく心から応援しているのでこれを聞いて少しでも力になったら嬉しいなと思いますそれでは今日のラストナンバーをお送りしたいと思います ちょっとまあ自分自信がなかったりとか辛い時にぜひ聴いてほしい曲です。i z ズワンで SomedayIZONE 宮,のの宮城さくらがお送りしてきたフェーム「BAFM 今夜桜の木の下」でいかがだったでしょうかいやー今日もね楽しく収録させていただきました最後はさくの木スタッフからの質問唐突ですけどさくちゃんが最近困っているものってありますか困ってることですかあー私最近てか あのー、本当に蚊に刺されやすくて「今日足の人差し指を刺されたんですよ」でめっちゃ腫れて本当に腫れたんですよ蚊じゃないのかななんか痛がゆいっていうかで私とナコが本当に韓国の蚊にめっちゃ刺されるんですよ日本でそんなに刺される方じゃなかったんですけどそれでそれが痛いんですよ痛がゆいんですよで結構 後にも残るんですよだから本当にすいませんけど噛まないでもらっていいですかかの皆さんお願いしますっていうのが困ってることですさあここで「アイズ s ンのインフォメーションアイズ s ン日本ファーストアルバム12」を10月21日にリリースします来週はこのアルバムの中から私が初めて作曲と作詞を担当した「ヤミー様を宇宙発売しますぜひチェックしてくださいそしてアイズ s ン初の韓国単独コンサートアイズワン ファーストコンサート i n ソウルアイズ・オン・ミ n がブルーレイ d v d キットビデオで発売となりますライブはもちろんこのメイキングやダンス練習リハーサルなどを収めたビハインドフィルムやインタビューもご覧いただけます10月下旬に発売される予定です詳しくは各 CD ショップでチェックしてみてくださいアイズ・オンの最新情報はアイズ・オン・ジャパンオフィシャルサイトはアイ y e ンジャパンファンクラブのでチェックしてください韓国での活動の様子はアイズ・オンのオフィシャルツイッターでどうぞ そしてメンバーをより身近に感じることができるプライベートメールもどうぞ番組宛にメールを送ると毎週1名様に抽選で新作の桜キ T シャツ当たりますご希望の方はあなたの郵便番号住所・氏名・電話番号希望の T シャツのサイズ SMLXL も忘れなく メールはさく＠ベイフムドットシオドットジェーピーさく＠ベイフムドットシオドットジェーピーまで一名様にプレゼントします応募の締め切りは10月7日の番組スタート前までです詳しくは番組のホームページをチェックしてくださいこの後はベイフムインターネットラジオを聞きながらメールよろしくお願いしますメッセージを書く場合にはぜひ読んでほしい名前やラジオネームを書いてくださいというわけで宮木桜の恋の桜の木の下でお相手はたい宮木桜でした。 配信もこの時間に桜の木の下であなたを待ってます。